い、皆さんこんにちは。今日はですね、アクションカムですね、 SJ カム SJ10 プロっていうものを買ってみました。これはですね、 Amazon とかで売ってんのかな、よくわからないですけど、まあアメリカ人がレビューしてたりね、中国の方では結構出てたりするんで、まあ中国アメリカの方では有名なのかなっていう、もう遅いかもう遅いか感じですね。でもこれ香港で買いました。でですね、まあこれにもう一個ちょっと一回り大きめの箱に入ってきましたが、もうちょっと一回使ってるんですけどね。でまあまず外箱を見ていきましょうと。 4K60fps ビデオレコーディングで、本体が 10m 防水です。バッテリー 1300mAh で、 2.33IPS タッチスクリーンディスプレイで、ライブストリーミング対応、スーパースプースムースジャイロスタビライゼーション、これはあの手ブレ補正ね、入ってるのはカメラ、フレームマウント、ベースマウント、ステッカーマウント、あのカーブ曲面マウント、 USB ケーブル、スクリューあったかな。でまあね、これがねありまして、ここでね、ロット番号というか製造番号というか載ってて、これが純正品かどうか調べられるようになってるということで、まあ、パチモンとかも出たりしてるのかなっていうぐらいに、まあ有名なカメラではありそうです。はい。でまあ中身なんですけども、カメラは、このフレームに入っておりました。ですね、まあ防水用のフレームではなくですね、まあ、このマウントがつきますよぐらいのやつですね。うん、まあこれつけたままなんかさせますし、なんかさせ、ああこれマイクの穴ね、はい、マイクの穴ですね、はい、でまあそれぐらいなんですよね。これつけちゃうと使える機能がそれぐらいになっちゃうんで、電池も出せない、 SD カードも出せないです。でまあこれ使えないやったら、まあこっちのこのね、カメラ用のこのドリルにつけちゃうかなっていう、あと付属品の方ですね、はい、付属品の方を見ていきましょう。はい、これがですね、このレンズキャップですね。嬉しいですね、このレンズキャップはね、普通ついてないですからね、アクションカムの安物だと。 GoPro はどうなんですか知らないですけど、これはいいです。いつもむき出しのまま運ぶんでね、絶対傷つくやんと思ってたんですけど。であと、はい、嬉しいステッカー、どこに貼ろう。はい、これは自分が入れたやつ、あとで、はい、スクリューとマウントで、あのレンズ拭きとマウント、ベースマウントと予備の両面テープですね。はい、こんだけです。付属品非常にさっぱりとすっきりとしております。最近のね、日本で売られているアクションカムの部分にアホかってぐらいついてきますけど、まあ最低限です。防水ケースは、まあ、本体防水ということもあって別売ですね。あと USB ケーブルも入ってます。はい、で日本では正式に展開しておられないので、説明書は全部というか、まあはい、中国語と英語のみでございます。まあそんな難しい英語もねないと思うんでね、まあ、多分ね、このソフトはこのアプリを落としてこのなんつーのアプリを落としてこそ生きるカメラだと思います。 Wi-Fi つながるし、ストリーミングできるってことなんで、はい。でスペックなんですけど、これ 2.3 分の1サイズのあれセンサーを搭載してるんで、他のやつよりはなんか綺麗に映るんじゃねっていうあれですね。あと本体も防水なんで、この辺のボタン全部ゴムに覆われておりまして、はい、そうですね、あのタッチスクリーンなんで、設定画質はここから選べます。1080の 30fps
24から60まで、あ、120まで選べますね。ちょっとね、この戻るボタンのね、反応が悪いんですよ。これ剥がしてないからかな。いや、剥がしてもねえな。剥がしてもねえな。で、剥がれないんですけど。あ、剥がれた。オッケーオッケー。関係ねえじゃん。まあ、60にしときます。720は240まで選べますね。で、4K ウルトラの、多分 4K、普通の 4K と 4K ウルトラってあるんですけど、まあ、この辺画質の、あれやと思います。4K3840×2160 の 30fps ですね。で、ウルトラじゃない方は 50fps、60までいけます。で、ここで EV、ホワイトバランス、パワーオンレコード。これ多分電源が入ったらもう録画し出すっていう、車載モード。で、メタル、あ、これがどこの光を基準にするかってやつですね。センター、スポット、アベレージ。センターでいいんじゃないですかね。で、ジャイロスタビライザー。で、手ブレ補正。ですけど、まあ、高画質の時には使えませんよ。ってことですね。車載は基本的にオフみたいですね。オフでいいです。エンコードの形式、H264、H265 なんですけど、ちょっとね、自分の動画編集ソフト H265 でやると、落ちるんで、264でいきます。シャープネス。ディストーションコレクション。ディストーション。あ、あの魚眼レンズのレンズ補正ですね。これがちょっと効かないな、はい、で、ループレコーディング、ループ録画ですね。で、ファイルサイズが10分とか、ファイル1個のファイルサイズのね、時間が選べるんですよね。1分から20分までらしいです。で、ビデオクオリティもこれ3段階ですね。エコノミー、ISO、ISO は6400。ISO のマックスですね。まあ、あの、あれが出ないようにだと思います。オーディオオン、タイムスタンプオフとかですね。まあ、ちょっと、で、言語は、日本語はないんで、英語にしてます。で、Wi-Fi オンオフ、フォーマットします。オートパワーオフ何分でとか、LCD オフタイマー。LCD って何やろ、ロングライフクーラント。あ、ここのディスプレイですね。この、でも切れる時間ですね。インジケーターライト。これ、録画中にどっか、あ、これ光ってるやつが消えますよーってことですね。で、キーパッド等もいらないですね。で、画面回転。オフでいいや。はい。で、明るさを選べますよー。はい、選んでます。え、色温度高め低め、はい、まあ真ん中でいいですよ、真ん中ですよ、真ん中に戻りませんよ。ちょっとこれ困ったな。ちょっと、はいはい、戻った。外部マイク、時間と日付、ジンバルコントロール。の手ブレ補正と何がちゃうのかわかんないですけどね。これもオフにしときます、とりあえず。で、あのフルクエンシー、蛍光灯のチラチラとかのあれだと思うんですけど、まあ、うち関西なんで 60Hz で、これでデフォルトセッティングに戻ります。 ISO 感度表示しますか、しませんか。ユーザーインターフェースが、あー、こういう風にね、変わるんですね。こっちの方が見やすいんじゃね、説があります。はい、SJ カムのインターフェースってやつですね。で、こんな感じです。で、これズーム、どこまでズームできるのか。あ、めっちゃズームできる。はい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 、はい、ズームですよ。まあ、こんなもんですかね、機能としては。で、まあ、
ここを押しながらこう行くと、ここに電池が出てまいります。これがねちょっとね汎用の、あの最近出回ってる安い中華製バッテリーとは互換性がないですね。 GoPro だとひょっとするとあんのかな、 GoPro 持ってないからわかんないけど、ちょっとその辺をね調べていただかないと私にはちょっと分かりかねます。 GoPro を持っておりません。じゃちょっとでかいんですよね。 3.8V SJ10 っていうバッテリーらしいっす。でもここちゃんとあの防水のやつがついてますね。はい、いやレンズ触ってもた。でここはマイクロ SD と USB Type C ですぐらいかな。というわけで画質の方はまたおいおい載せていこうと思います。とりあえず今回はオープンレビューということで、開けた感想をね SJ10 Pro、 あと ここねちょっと金属っぽい、金属かな、うん、アルミやと思います。この周りはねちょっとこれ取れへんか、取れた時は壊れた時や。はい、こんな感じです。しまうもんがねえな。はい、終わります。また後日画像多分映像の綺麗汚い載せると思います。